co bída mora hlad, to neustojí žádnej chlap. Na kraj padnul desnej smutek, do dnělo i ráno utek, děti v mouženský maj snad. Do včera žil, dneska je prach, už se jí bojí svatý muži, nechtěl bych bej v její kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno, a požerem si huby jako poslední den. Půjdem se bábí, ano rána slábí, no tak vypad sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypad je ven. Ukaž kozy jako kozy, zítra jen tu jsou nejden, tak nalej mi hned, ať točí se svět. いい加減にしろ。おう、わしっこか。来なさい、一緒に飲もうじゃないか。おちょくるな、神父さん。夕刻から3時間は経っておる。晩鐘もとっくになったというのに。だからなんだ。知りたいか。お前らを鞭で打って、さらし台にあげてやる。この件は手紙に書いて司教宛に送ってやろう、うん。じゃあ心配はいらないね。この中で文字を書けるのは俺しかいないからな。黙れ。おい、つまみ出せ。ちょっと、やるってのか。ヘンリー、加勢してくれ。さあ、着いた。綺麗なもんだろ。こんなことしていいのかしらね。えもちろんだ。さあ、思いっきり鳴らせ。最高だわ。うん、底なしのバカ。さてと、これからが今夜の山場だ。まあ楽しい夜だったのは間違いない。ゴードウィン、ねえ、起きて、聞いてる？起きろ、酔っ払い。うるせえな。どこだ？何か？誰だお前？ヘンリーか。親愛なる我が友よ。楽しんでくれたかい。あんたは間違いなく楽しんでたわよ。さあ早くシャキッとしなさい。時間がないわよ。飲み物と朝食はテーブルの上にあるけど、私だったら信者にブーブー言われる前にさっさと出発するけどね。頭が痛え。腹もだ。胃がキリキリする。何なんださっきの話は。ブーブー言われる？なんかあったような。思い出せ。ここはどこだ？何なんだ一体。ミサだ。ああ、ミサをやらなくちゃならない大事なやつだ。ヘンリー、助けてくれ。どうやって？神父はあなただ。これじゃ無理だ。初めの挨拶ならともかく説教はできん。ああ、これもまずい。破門されるかもしれん。力にはなりたいけど。なれるさ。君が説教してくれ。あ？いいか、俺はみんなが調査してほしくないっていう殺人事件を調査した。それから迷惑も顧みず夜通し騒いだ。なのに今度は村人に向かって説教をしろと火炙りにされるぞ。
わかった。設定はこうだ。君は野宿教の従者としてプラハで学んでいた。そこで聞いた偉大なるヤンフスの言葉をぜひとも伝えたいと。ヘンリー頼む。昨日の俺たちは少々やりすぎた。もし執行官が教会に苦情を入れたら、司教は俺のことをクビにするだろう。だから頼む。ぼーっとしてないで俺のことを助けてくれ。どうかしてる。完璧にイカれてるよ。いや、完璧な計画だよ。これ以外ない。じゃあこうしよう。助けてくれたらルボシたちのことを教える。うん。来ないと思ったぞ。なんだクレメ。見ろよ、夕べのバカ騒ぎであいつフラフラだぜ。あんたも一緒だったでしょ、バカなのから。神様。おいおい見ろよ、今にも吐き出しそうって面してやがる。昨日はどこかのバカ騒ぎのせいで一睡もできなかった。インロメネパトです。エトフィリ、エトスピリタスサクテニ、アーメン。アチピタパネン、インセクタス、アクベネラビレス、マナススス。ホクファチテ、エメアム、コメメモラテアネム。皆さんの中にはヘンリーを知っている人もいるでしょう。彼はハヌシ教の一番弟子で、ノイホフでの忌まわしい事件を調査しています。ヘンリーは最近プラハへ行き、かの有名なチャールズ大学で神のおぼし召しにより偉大なるヤンフス神父の説教を聞けるという機会に恵まれた。私はヘンリーを説得し、今日は特別に説教台に立ってもらい、その時の話を聞かせるようお願いしました。なぜなら皆もご存知の通り、ヤンフス神父はプラハなどで非常に名高い人だからです。さてヘンリーに始めてくれ。大酒飲みの割にはちょっとはいいことを言うな。ヤンフツは正しいな。彼、お酒は控えた方がいいと思うけど、話は本当に来れてよかったな。プラハの景色が目に浮かんだぜ。なんとまあ、お前さんは相当の才能があるよ。本当に助かったよ。俺が説教したら入っていた。ああ、知ってた。俺もきつかった。さて、なんだっけ？埋め合わせをしよう。それじゃあ、取引と行こうか。罪なことだ。罪って暴飲暴食？それとも姦淫？懺悔すれば許される。じゃあ、ルボシは君に何と言った？あの日奴はノイホフに。一緒にいた連中は誰で、今はどこに？まあ落ち着け。彼とそんな話はしてない。おいおい、協力させといてごまかすな。待て、ルボシュはあの事件のすぐ後に来た。両親が苦しんだのだろう。これだけは言える、彼は見た目ほど悪い人間じゃない。彼は友達に誘われて入ったそうだ。最初のうちは馬を盗むだけだった。それが徐々に過激になり、人殺しも始めた。彼もその友達もそんなことはしたくなかった。それで連中と衝突したらしい。衝突？
なるほど、ノイホフの近くの森に死体があったな。ルパシュは慌てた様子で言ってた。自分は人殺しなんかじゃない、本当はしたくなかったってな。つまりルボシは連中の仲間を殺し、その後死んだと。俺は生きてる方の奴らの名前、それに居場所が知りたい。他に何か言ってなかったか？あだ名は聞いた。仲間の名前だと思うが、レデチコの花曲がり、ファイオス、ティミー。ファイオス俺が聖職者になるぐらい希望は薄いな。何を言ってる、君ならいい神父になれる。うん、どっちみち君は花曲がりを見つけなくてはならん。そうだろ。まあ他に手がかりもないしな。そいつが死んでないことを願うよ。そうだな、俺も無駄な波紋はごめんだ。とにかく幸運を気をつけろよ。やつらは本気だ。そして君とまた乾杯できる日を願っている。ああ、どうも。でも次あんたに飲まされたら死ぬかもな。もし何か聞かれても俺から聞いたって言うなよ。俺は全部否定するからな。分かってるよ。